はい、どうも皆さん、こんにちは、ノアです。今回はですね、こちらの、暗黒とあとターブルですね、この2枚を編成したデッキを紹介してほしいというリクエストがですね届いていたので、そちらの、デッキの紹介になります。まずこのデッキの1ラウンド目の動きからですね、ボム将軍じゃない、傍若ですね、 SR のこの傍若を、サポートエリアに置いて、他のこの4人ですね、こちらを戦闘力2000エリアに置いて、作戦決定ですね。そしてこの傍若のアビリティでですね、サポーターにして仲間にリンクラインを当てると発動、必ずその仲間が攻撃されるっていう効果ですね。でこのリンクラインをですね、まあ、このターブルにこのように当てて、まあ、作戦を決定してください。そしてですね、まあ、このラウンドで、まあ、ターブル以外のアタッカーはいるんですけど、まあ、傍将軍また間違えた、傍若のアビリティでですね、まあ、ターブルが必ず、攻撃されるという、まあ、感じですね。そしてこのラウンドでですね、まあ、エナジーが、まあ、アタッカーが2000エリアに4人配置しているので、エナジー4個ですね、エナジーが4つ溜まった状態なので、こちらの暗黒トアと、まあ、時の海洋神、ターブルもですね、まあ、必殺技が、打てるという感じですね。そして必殺技を発動するときにですね、こちらの暗黒トアのアビリティですね、必殺技が発動したときに敵のチャージインパクトスピードを超速くし、超強力な気力ダメージを与える、または自分の気力を全回復するというものですね。まあ、これにより敵が、チャージインパクトスピードが超速くなるという、まあ、感じですね。まあ、このラウンドでですね、まあ、そうですね、これをまあ絶対に当てに行くという感じですかね。まあ、これが当たれば、まあ、このデッキが、まあ、スムーズに進むという感じですね。そしてこのラウンドでですね、ターブルが、3回攻撃を受けるのがまあ理想ですね。なので、まあ、今回は、まあ、ターブルが3回攻撃を受けるという話を、まあ、前提として、まあ、話を進めていきたいと思います。でこのアビリティ、ターブルのアビリティがですね、まあ、絶対に気絶しない、さらに自分が攻撃を受けると自分以外の仲間のパワーが永続で5000アップ毎回という効果ですね。まあ、なので3回攻撃を受ければ、ターブル以外の4人ですね、こちらの4人が、パワーが1万5000になっている、あ、1万5000アップして、まあ、全員壁越えするという感じですね。そしてラウンド2ですね、ラウンド2になると、この時の海洋神をですね、サポートエリアにおいて、まあ、他のキャラクターは戦闘力3000エリアとか、まあ、1000エリアとかにですね、まあ、気力を消費させる感じで配置して作戦決定ですね。で、まあ、この時の海洋神のアビリティでですね、まあ、このラウンドで、やられる可能性を、まあ、極端に、削ぐという感じですかね。まあ、絶対防御という、まあ、感じです。まあ、スーパーウブのアルティメットレアですね、あちら持っていれば、まあ、時の海洋神と、まあ、交換してあげても、まあ、全然問題なしですね。そしてこのラウンドでですね、まあ、自分チームが、まあ、先行は多分取れないと、まあ、思うんですね。で、傍若が、まあ、傍若と暗黒とは、まあ、記録最大、最大の状態で、時の海洋神とドクターゲルだけは記録が、まあ、1メモリーないという状態ですね。で、まあ、この2人だけでも、まあ、戦闘力6000なんで、エナジー3つですね。で、まあ、ラウンド1でエナジーが4個溜まってるんで7個、まあ、溜まるということで、傍若の必殺技がですね、まあ、ギャラクティックバスターが、まあ、打てるというエナジーまで到達するという感じですね。そして、このラウンドの、まあ、動きなんですけど、ドクターゲロですね、これのアビリティがですね、自分のチャージ速度を、少し遅くする、または自分の攻撃時に一番チャージ速度の速い敵を攻撃毎回ですね。で敵が複数いた場合、暗黒ターンのアビリティでですね、まあなかなか活かしづらいというか、まあこれ敵単体のチャージ速度を超アップさせるんで、なかなか、まあ、活かしづらいんですよね。でそこを、ドクターゲルで、その一番チャージインパクトスピードが速くなっている敵を攻撃すれば、まあ、暗黒ターンが活かされるという感じですね。まあ、もちろん敵が1人の場合は、まあ、ドクターゲルじゃなくても、まあ、他になんかヒーロータイプで与えるダメージが2倍になるとか、そういう効果を持ったキャラクターを入れてあげた方が、まあ、火力が、まあ、アップするんですけど、まあ、今回は、この暗黒ターンのアビリティを、まあ、重視した編成なので、まあ、このドクターゲロを入れてあるという感じですね。まあ、バースト持ってて、壁越えしてるんで結構な、まあ、ダメージにはなるんじゃないかなと、思います。であとは、まあ、この暗黒トアと傍若、ドクターゲロのこの連携アタックで、仕留めるという感じの、デッキです。結構自分なりに考えた、まあ、編成になりましたね。それでは、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。